はい、こちらも、難波小田ロード周辺で買ってきた20円ワゴンセールの時にね、買ってきた商品の紹介をさせていただきたいと思います。僕ね、以前何回か SIC のね、商品を紹介させていただいたことがあると思うんですけど、こちらもね、紹介させてもらったことがあるかもしれないんですけどね、こういう風に組み立てて剥き出しでね、紹介させてもらうのはあんまりなかったと思うんですよ。組み立てる前のやつをね、よく僕動画の中で、はい、これね、本当は、ヤフーオークションで競り落とすときは、まあ、400、500円なんですけど、僕はね、50円で買いましたとかいう、組み立ててないバージョンをね、僕よく紹介してたんですけど、これ今回ね、20円で、購入できました。これね、同じやつを、これもね、30体ぐらい持ってます。これね、もう癒されるんですよ。SIC ね。原型をとどめてないんですよ。原型をね、なんかこう崩した感じのね、表現されてるんですけど、まあ、私がね、今言ってるのはあくまで私の捉え方、個人的なね、解釈の言い方なんで、変なね、言い方やったらごめんなさい。こういうね、色とかもね、ちゃんとなんていうんですかね、ごめんなさい、リアリティがね、なされてるんですけど、これいいんですよ。これもこれでね、まあこれちょっと単色カラーに近いんですけどね、うん。なんかブロンズ増色みたいな。まあ、こう、伝わったらいいんですけど、まあ、そんな感じなんですけどね。でも、私はね、SIC が好きなだけに、この単色カラーに近い状態でもね、全然よく思えてしまうんですよ。これね、本当にいいですね。ただね、SIC は本当にこの時代がね、ものすごく良かったんですよ。原型を整えてなかった、崩した感じがね。で、僕、ほとんど SIC を持っていて、みんながよく言うのがね、SIC 最新のやつはあんまりね、崩さず、どういったらいいですかね、もう原型そのままをね、出してるような感じが多いって言われてるんですよ。で、例えて言ったらね、こちらのキャラクターいますよね。本当はね、こんな肩の、この肩パッドですかね、こんな形してないんですよ。こんな形してない。この顔もね、こんな細くないんですよ。で、これね、腕もこんなね、肉厚じゃないんですよね。ただ、こういうのをね、バランス的に、この造形をね、作ってる方がね、こういうもう、なんていうんですかね、私たちが欲しいなと思ってくれるね、素晴らしい表現をよくしてるんですよ。SIC ばっかりをね、集めてる方がいたら、多分ね、私が言ってる表現は、口で説明してるのね、まだちょっと幼稚臭いんですけど、なんとなく分かってくれると思います。あ、うん、分かる分かるって、原型をとどめていないね。そういう表現がまたね、こういう好きな方を、こう、ファンをね、魅了させるっていうね、作りになってますんで。はい、今回ね、こちら、20円でお買い物ができたんですけど、平均ね、まあ、こちらに関しては、SIC ね、これは、オークションに出してもね、そんなにね、お得ではないんですよ。まあ、20円で買えたっていうのは、ものすごくね、お買い得で得なんですけど、オークションとかでね、出して、お小遣い稼ぎにしようっていうのは、あくまでそんなにお金にならないです。で、前から言ってるようにね、私が、リペイントのね、技術をいつか、身につけた時にね、こういうのに、リペイントしていこうかな、思ってね、わざと何個もダブらしてるわけです。確かね、これ今回でこれ30体目ぐらいですね。はい、こんな感じでね、どんどん、動画配信の方していきたいと思いますので、大体ね、私がね、紹介させていただくのは、もう9割以上がね、難波小田ロード周辺で買ってきた現在のものかね、まあ15年前のものかなんですけど、まあ、こんな感じでね、どんどん商品の紹介させていただきますので、私のね、こういうね、低レベルでゴミ動画でよかったらね、ぜひ、チャンネル登録とコメントの方、よろしくお願いいたします。